ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介させていただくお車はこちらですね。はい、はい、アルピナ、はいはい、V6 ですね。はい、はい、今回はいろいろ教えてください。いやいや、アルピナは本当に奥が深いので、はい、本当ですか。下手にちょっとね、僕個人的にはめちゃくちゃ楽しみなんですよ。うん、そうなの、はい、全くこうアルピナ知らないですし、いろいろ触ったこともないんで、はいはいはい、まあ、じゃあまずアルピナというところからいきますか。はい、これ BMW なんですけど、 BMW じゃないんですよね。そうです、もともとアルピナって、はい、タイプライターの機械。あ、そうなんですか。もともとはね、あ、本当だったんですけど、はい、まあ、そこから BM のチューニングメーカーとしてチューナーをやっていろいろやってきて、はいはい、それが BMW に認められて、はい、レースとか活動していって BMW の認められたものに認可されたっていうチューナー、はいはいはい、チューナーというかもう、メーカーになってという形ですね。はいはい、それがもうなんて言ったのかな、まあ、そのさまざまな歴史の中で、はい、まあ、BMW の保証が受けられるようになって、はい、まあ、自動車メーカーですね。もう車作っているような、はい、チューナーというよりもメーカーになったというところですね。まあ、そこら辺細かいところはもっと詳しく見ていただければと思うんですが、ちょっと触りだけ。なるほど、そんな形ですね。はいはい、じゃあ BMW であって BMW じゃない。じゃないですよ、はい、じゃあ BMW じゃないです。じゃないんです、ね、はい、けどちゃんと BMW の保証が受けられるっていう。そうそうそうですね、はい、すごい車でございます。すごい車です、はい、ちなみに、はい、アルピナって結構、まあ、台数やっぱりハンドメイドなんで限られてるんですけど、はいはい、結構生産台数少ないんですよ。少ないです。年間1200台くらいしか作れない。1400とかそんなぐらい。なんかとにかく少ない。少ないんですよ、はい、でその2割が日本。あ、そうなんですか。日本って結構人気あるんですよ、って、はい、それすごいですよ、はい、そういった、まあ、メーカーになりますね、はい、なるほど、うん、だからどうしてもその、まあ、アルピナっていうとちょっと、まあ、クロートっぽいイメージがあって、ちょっとこうなんか偏見があるかもしれないですけど、ちょっと通好みな車、通好みな車なんですけど、そういう感じですね、はいはいはい、でもまあちょっとそこら辺をちょっとこう柔らかく紹介できればと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず外観から。外観からですね、はい、ボディカラーはなんか定番というイメージなんですけど、まあ、オプションでアルピナブルー、はい、意外や意外オプションなんですよね。これオプションです、オプションです、はい、まあ、大体まあオプションなんですよね、色。あ、そうなんですか。そう、色なん。標準は黒になるんですか、白ですか。標準ってね、なかったんじゃない。まあ、アルピナブルーと、はい、まあ、大体アルピナって言ったらアルピナブルーとアルピナグリーンっていうのがまあ一応オプションカラーで、あとはあれかな、普通のオプションで例えばそのメタリックカラーとか、多分メーディーラー多分10万ぐらいかな、10万とか8万とかそんぐらいのオプションだと思うんですけど、まあ、ここら辺のアルピナというのはちょっと値段がぐんと上がるようになりますね。結構定番というか、アルピナって言ったらこのイメージ、イメージカラーアルピナブルーですね、はい、そして外観の大きな違いでいくと、うん、やっぱりこのリップスポイラーですか。リップスポイラー、まあ、フロントスポイラーですね、はい、ここアルピナ の、はい、このロゴが入って、かっこいいですねこれ、はい、輸入車好きな方はもう見てアルピナってすぐ分かりますよね、はい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 、やっぱりちょっと派手じゃないですけど、はい、もう一見見てアルピナって分かるデザインになります、ね、はいはい、ちょっと共通性を持たせた感じの、うん、持たせますね、はい、デザインですよね、はいはい、で横に行くと、はい、まあ、このホイール、クラシックホイールっていう、はい、まあ、よく言われたりするんですけど、変わらない、はい、まあ、デザインは徐々に変わってますけど、はい、もうやっぱりイメージのアルピナっていうところが、はい、大きく変えてこないですよね、はい、変えてこないイメージありますね、はい、まあ、このアルピナのこのエンブレムちょっと今分かっちゃってますけど、はいはい、ここもやっぱり代表的な、そうですね、赤が情熱で、ブルーがなんだっけな、あ、ちゃんと意味があるんですか。意味そうなんですか。それじゃあテロップで言ってみましょう、はい、そしてこれエアバルブがないんですよね。そうそう、そういう的なね、はい、でここはどうするかというと、はい、なんとびっくり、この中にエアバルブがあるっていう。そしてこれを開けるのも鍵が必要なんですよね。鍵が必要です、はいはい、なんかこの真ん中をグイッてずらして、それやりますよ、はい、やってみてくださいなんかこの P のところを押して反時計回し、ここをグッてやって、こっち持ち上がったらこれで反時計回しにすると、こう鍵がなんと出てくるっていう。はい、でこれをその専用の鍵で回すと、はい、中が開けられて、まあ、ホイールの脱着とか、はいはい、エアの調整ができるっていう。できるという感じです、はい、いいっすよね。なんかちょっとその凝った作り、まあ、凝ってますね、はい、あとはないか、はい、ちょっとガススタでもどやれますよ、はい、ちょっとエア調整しといてっつって鍵渡す、渡しといて、はい、こうポカンとしたところを、うん、たく知らねえのかよみたいな、はい、すげえ嫌なやつですけど、結構性格悪い、はい、そういうことができるっていう、はい、はい、じゃあ横行きましょう、はい、ここは横、はい、これですね、もうアルピナのデコラインですね、はい、これも一応シルバーですよね、はい、やっぱりイメージ的なゴールドだったり、あ、なるほど、シルバーだったり2種類あるのかな、はい、
ありますんで。確かにそう言われればゴールドありますね。ゴールドありますね、はい、だからアルピナブルーにはシルバーでいいかもしれないですね、はい、グリーンとかブラックでなんかゴールドがついてる、うん、ゴールドがありますね、はい、これってあれですよ、雪の結晶。え、そうなんですかと言われてます。これちょっと諸説あるんで。あ、そうなんですか。ちょっと今そこら辺は諸説あり、うん、諸説ありで言っていただければと思います。でこういう流れで来て、はいはい、まあこれまあアルピナ、はい、まあ BM そこら辺はちょっとこう同じですね、はい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 、ただフェンダーが出ているとか、はい、そういうなんかこういう加工は全然してません、はい、車のベースは650が、ね、650そうですね、はい、B6 は650ですね。でそれをちょっとチューニングして、チューニングしてる B6 になりますね、はい、なるほど、はい、ちなみに B6 の B って何だか知ってますか。ビターボの B じゃない違うんですか。違います違います。違うんですか、はい、B はドイツ語でのガソリンですね、はい、あ、そうなんですか。ベージンベージン、ちょっとそこら辺ちょっと入れてもらって B です。だディーゼルだと D3 とか D5 とか。ああ、そう言われればそうですね。だからあ、そういうことなんですか。 BM の B じゃないんです。うわー、これまた怒られちゃうパターンじゃないですか。 B6、はい、そんなことも知らないのかな、はい、だってこれだと B、はい、ビターボ B、 B じゃん。まあ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 、そうですね、おかしいですね、それじゃ、はいはい、あ、そういうことなんですか。そういうことです、そういうことです、はい、なんで D と B があるのかなと思ったんですけど、はい、今普通にそれ思ったんですけど、はい、昔のアルピナ C とかあったじゃないですか、はい、C って何ですか。もう C いくつとかあるんですよ。それ何かちょっと調べてきます、はいはい、ちょっと奥が深い車なんで詳しい方いたらあのコメントをいただければあ、そうですね、はい、そうですね、もっと多分すごく詳しい方いらっしゃると思うんで、はいはいはい、ちょっと精通している方いたらぜひコメントください。よろしくお願いします、はいはい、そしてリアは、リアもこれ下側がアルピナのパーツですよね、はい、そうですね、パーツで、はい、でマフラーが、はい、見ていただくと分かるように、はい、アルピナタイってこちら、はい、アクラポ製、ね、アクラポビッチ製、はいはい、が入っております。なるほど、はい、これさっきちょっと車移動するんでかけたんですけど、うん、めちゃめちゃいい音しますね、うん、いい音しますね、はいはい、だ本当に上品な、そうですね、ジェントルなサウンドですよね、はいはい、サウンドになります。そしてこのスポイラーっていうかこのディフューザーもうまいですよね、うん、作りがこう派手すぎず、うん、派手すぎず、うん、アルピナってやっぱり本当に派手じゃないですよね、はい、そうですね、はい、知らない人が見たらあれ純正オプションかなみたいな、うん、はい、そんなシルエットなんですけど、こういう、ね、はい、スポイラーなんか、あ、そっかそっか、トランクスポイラーもこれ、うん、アルピナのパーツなんですね、はい、なるほど。で一応まあ輸入元のニコルさんのステッカーですね、はい、昔よくそのアルピナを人気だった時に、はい、やっぱりノーマルを買ってアルピナスタイリングするっていうのがあって、仕様ですよね。そう、見分け方がやっぱりなかなか難しいんで、はい、このステッカーでなるほど、輸入元の、これが入っているのは、はい、アルピナだなっていうのは。あ、なるほど。今ね最近そういうのないですけど、昔はもう、ね、皆さん結構、はい、僕は20歳ぐらいかな、はいはい、憧れました。あ、そうなんですか、はい、アルピナすごい憧れました、はい、なるほど。だからデコラインだけつけたりとかね、はい、まあ、ちょっと余談になっちゃいますけどね、はいはい、そういうところでいきます。じゃあ中行きましょうか、早速、はい、もうメインと言っても過言でないこの中ですよね、はい、内装、内装ですよね、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、まあ、ハンドメイド、はいはい、というところですごいっすよね、はい、これ。そしてなんか今回ちょっとマットが汚れないように、はいはい、別の車のですよね。そうですよ、そうですよね、はい、ちゃんとアルピナのマットございますんで、はいはい、ちょっとそしたら中乗ってみたいと思います、はい、ちょっと乗る前にこれドアとかえらいことになってますよ、はい、これステッチがブラウンのステッチですかこれ、うん、はい、そしてこっちはもう白レザーに白ステッチ、はい、だから本当に形的には6シリーズなんですけど、はい、使ってる素材とかが全然違うので、はい、めちゃめちゃなんかあんまり触るところありそうなので触らないですけど、はい、なんかすごくで今回オプションでこのバンガンドオルセンが入ってる、はい、なりますのでこういったところもバンガーついてるんですね、はい、なるほど。そしてこのスカッフプレートのアルピナ、これ光ってるんですかね、光ってます、ね、光ってます、はい、アルピナのプレートがついてございます、はいはい、そして乗っちゃっていいですか。ここにジャパンモデル、はいはい、正規輸入車のステッカーが貼ってるんです、はい、でシートもこれすごいですね、ほぼ全面パンチングじゃないですか。そうですね、はい、このエンブレムが入ってすごい、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。高級感が、はい、でアルピナの、はい、やっぱりその特徴としてはそのウッドパネル、はい、っていうのがその、まあ、アルピナの皆さんこういうのは全部使ってるんですけど、なるほど、この色のウッドってやっぱり確かにちょっと濃いめの赤っぽいウッド、うん、そしてこれゴールドでアルピナのマーク入ってるんですよ、うん、入ってますね、すごい。で内装ですごいです、はい、やっぱりまあ、まあ先に言っちゃっちゃあれなんですけど、はい、
これやっぱりここ、あ、後ろにもこれレザーにエンブレム入ってるんですか。これエンブレムってその番号だよね、アルピナのシリアル番号、これが入ってるんで。なるほど、アルピナには全部これ入ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、一台一台何号車っていうのが、だそれちょっと特別感がする。これ中の質感が半端じゃないです。なんかこうとにかくもう全部レザーだし、うん、もうステッチ至る所に入ってるし、うん、そして車の中の匂いがこれなんか高級バッグの匂いです、ね、そう、ブランドバッグのなんか革の匂いがすごい、うん、BM のなんかまた室内のなんか匂いと違いますよね、うん、すごい、ね、ちょっとまあ年式的に2013年ですけど、はい、そんな感じ一切ない、はい、コンディション、ね、全然ないですね、はい、車の紹介もですけど、まあ、今回コンディションもすごくいいので、はいはい、ものすごくパリッとしてます、うん、これ本当に匂いがすごいですよ。本当に高級のバッグのブランド物のバッグの匂いです。でダッシュボードとかもステアリング、これグリーンのなんかステッチがちょっと変わった感じ、あ、で上はブルーなんですね。でこれはあるかなんですか、バックスクリーンですか、ピラーとかもこのベージュのアルカンタールかな、バックスクリーンかな、ちょっと分かんないですけど、でこのサンルーフのここも全部全面すごいっすね。これ僕去年あのテックアートってそのポルシェのチューナー行ってきたんですけど、うんうん、もうまさにそんな感じですよ。そうそうそう、だからポルシェの位置で言うと、まあ、テックアートっていうのかな、はい、まあ、テックアート以上ですね、メーカーに入ってるから ね。すごい、この辺とかも全部こう全面ですね、もう、そういう作りテックアートとか、まあ、そういうねところがもう内装全部こう仕立て直してある感じですよ、うん、すごい、なんかもう全部スイッチとかも、まあ、当たり前なんですけど、このパネルとか全部6シリーズのまんまなんですけど、もう全部なんかこう作り直されてる感じ、うん、レザーの質感もめちゃめちゃいいっすねこれ。だってこの蓋とかも全部貼り替えてあるんですよ、うん、すごくないですかこれ。すごいですよ、だから本当にハンドメイドっていうところですよね。このシフトのブーツとかどうしてもそのアルピナって外見が同じように見えてるから6シリーズと比較されますけど、はい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 、新車価格やっぱ2000万しますからね。2000万ですか。2000万しますよ。はい、すごい650と、はい、申し訳ないですけど同じにしてもらえる内容ではないですね、はい、ちなみに650っていくらするんですか。650ね、はい、言われちゃった、はい、1000万ぐらいだと思うの、はい、うん、だからまあ倍ですね。まあエンジンもね、内装もあるけど、ちょまだエンジン見てないですけど、うん、これは圧倒的に高いの分かります、うん、はい、尋常じゃないですこの中の作りが。シートとかのこれ形は変わってないんですよね、650と。うん、そうね、それはね張り替えてある感じですよね、うんうん、へー、すごい、めちゃめちゃ質感がいいです、はい、そしてこの辺の装備なんかは当然この6からそのまんまなんで、まあ、使いづらいとか一切そういうのはないですよ、うん、ないですね、はい、すごい。そして後ろですか。後ろね、一本、まあ、でも 前が前の位置をちょっと合わせてから見ましょうか、はい、これぐらいかな、はい、これぐらいだとして、まあ、前が窮屈さを感じないぐらいの位置で、はい、後ろにすごいこれ。この前ね、はい、LC だったから、はい、LC はあれだったけど、まあ、まあまあまあなんとかなんとか、はい、でも頭は大丈夫ですね、はい、あ、そうですね、ちょっと頭のところへこんでるんですよ、うん、シートベルトおしゃれですねこの色。そうですね、ベージュ、ベージュで、そしてリアのそのパネルにもウッドが入ってるんですね。ウッドに入ってます、はい、バングのスピーカーグリーンと、はい、入って、いや僕アルピナ初体験ですけどこれはすごいですね、うん、これがね、はい、今の価格帯ぐらいで手に入るってなるとやっぱりお買い得感が、そうですね、めちゃめちゃお買い得じゃないですかこれは。とにかくレザーの質感がすごくいいっす、至る所も全部本当に高級車に乗ってる感じだね。いえいえ本当っすよ、はい、ちょっとエンジンかけてもらうとあれいいですか、うん、まずメーターのね色見てもらおう。わ、え、この色になってるんですかこれ。そう、ブルーだ。あ、普通はちゃんとアルピナって入ってるんですよ、はあ、普通はその白から赤に変わるんだけど、はい、ブルーなんでね。へえー、この辺もじゃあ作り変えてあるんですね、うん、で、そこあとオプションでセンターのバンガー・ノルセンのスピーカー。あ、はい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 、これがあれ、あ、ボタン、あれ開いてない、出てきてない、わわわ出てくる。これもね、オプションで、これも6シリーズ、まあ、純正のオプションありますけど、はい、あのなかなかついてる車少ないので、非常にいいと思います。すごい、
かっこいい。あと珍しいオプションとしてはナイトビューが俺ついてますね。ちょっとこの明るいからちょっと見れないかもしれない、はい、あの右手の奥にボタンがいっぱいあるんですけど、はい、そこに一番右側がナイトビューですね、はい、あ、本当だ。ちょっと今暗いか、明るいから高級感の装備でかなりオプションがいっぱいついていると。アルピナでもその辺はオプションなんですか。オプションです、オプションです。そうなんですか、はい、ちょっと大げさかもしれないですけど、なんかもうベントレーとかなんかそのそれ級のなんか内装の作りですよね、うん、2000万ですかね。すごい本当に2000万ですか、はい、2回言いましたね。ここは強調します大事なことなんで、はい、2回、はい、でこの辺がなんかいろいろオプション満載なんですか。オプションがそうですね、はい、ちょっとアクセサリーもんのかな、はい、シートクーラーとシートヒーター、はい、ベンチレーションとシートヒーター、はいはい、これも一応オプションになりますね、はい、で当然独立のエアコンで、うん、エアコンで、はい、でシンクロもついてて、うん、はい、でまあ、一番の注目ポイントとかおすすめポイントも、まあはい、ね、ベンチレーション、ベンチレーションがついてます、はい、ついてない。ベンチレーションいいですよね。レザーベンチレーションやっぱりついててほしいですよね、うん、あったらね、はい、こう蒸れちゃうのが苦手な人も、うん、こうベンチレーションついてれば結構快適に座れますから。あとアルピナハンドルの特徴はスイッチトロニックがちょっとその、はい、ハドルっていうかスイッチトロニックの、はい、これちょっと独特なんです。どうだったんですか。うわ恥ずかしい俺恥ずかしい。この裏のこのスイッチっすね、うん、あ、そうなんすか。あえてちょっとね見せないような、はい、確かにこの車の作りだったらでっかいパドルじゃなくてこれっすね、うんうん、の方がやっぱりちょっとおしゃれな感じしますね、はいはいはい、確かに、すごい。とにかく室内のこの質感がすごい、うん、アルピナってやっぱりこうね普段、はい、存在は知ってるけど実際手にしてみると、はい、こんなにすごかったのっていうのがやっぱりこう、はいはいはい、ね、実際手にしてみると随時、はい、ね、感じてもらえるところだよね。いやこれびっくりっすよ、うん、いや僕も見たりとか、うん、あの車の外側は見ることいっぱいあっても、うんうんうん、中こんなにまじまじと見たことなかったんで、うんうん、すごいっすこの車は。だからさ、ミニでロールスでやった あ, ありましたありましたありました、グッドウッドっすね。そうそうそう、あれもすごかったっすよね、うん、それぐらいのちょっと衝撃、初めて見る衝撃があると思う、はい、うん、これはいいっすよ。これはこんな感じでしょうか。中はマッサージついてるんじゃないこれ。え、マッサージもついてるんですか。横見て、あ、お尻が盛り上がって、あ、これマッサージか。あ、マッサージだ。あ、オフ、はい、お尻が盛り上がりました。これマッサージなんですかね。マッサージか。マッサージでしょ。ほら動く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 、ほらすごい動いてるような感じ。なんかベンツのマッサージに比べるとさほどね動かない。確かに確かに動かない。ちょっと控えめな感じの、うん、いやーすごいっすよこれは、うん、ちょっとじゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。あとはこれドアね、ソフトクルーズついてるんで。あ、ついてるんですか、うん、ソフトクルーズついてます。さすが650ベース、はいはい、わあ、これエンジンのカーブもちゃんとアルミなんで、まあ、当たり前ですけど入ってるんですよね、うん、入ってますね。へえ。で馬力も結構アップしてるんですか。アップしてますよ、はい、はい、550。あ、そうなんですか。じゃあやっぱり650じゃなくて、うん、もう対抗すべきはこの M6、そうそう、M6 と、はい、こうガチンコな車なんですね。へえ、すごい。なんかでもそんなチューニングしてる感じに見せないのがすごいですよね。そう、そこがアルピナなんで、ね、はい、やっぱ大人なところなんですね、はいはい、だからブレーキもなんかこう派手な色のでっかいのがついてるわけじゃないし、そう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 、はい、ホイールもなんかこう控えめな感じじゃないですか、はい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 、レーシーさを一切こう見せないけど、はいはいはい、馬力がしっかりアップしてて、はい、だから本当にその、ね、以前僕アルピナを販売させていただいたお客様は、はい、もう逆にこれこのなんていうんですか、おとなしい感じなんですがさらにノーマルに戻す、はい、デコラインとか取っちゃう。取っちゃう。アルピナって分かんないようにしたいって。でもホイールももちろんアルピナ入ってますけど、そういった楽しみ方というか、あ、これ主張してるところさらにさらに引っ込めて、はいはい、確かにそれもかっこいいかもしれないですね、はいはい、本当にもう何ですかね、中は、はい、もう外はジェントルで、はいはいはい、中はモンスターみたいな、ね、確かに感じ。それ司令塔乗せたらめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね、はい、いやすごいこれ、はい、ちょっと続いてトランクもちょっと見てみたいと思います、はい、まあ、基本的には650と変わらず、ね、
で650じゃないです、はい、6シリーズ、ね、あ6シリーズと変わらず、はいはい、これは一応先ほど言った、はい、あのアルピナのここにアルピナの、はい、マットが、はい、それだけでも結構しそうですね、うん、はい、しますね。一応今回は汚れないように、そうですね、違う別に保管してあるということで、はいはい、それは何ですか、カタログですか、資料じゃないかな、B6 ビター、まあ、そんなのも新車の時の資料も入ってますね。え、こんな仕様もあるんですか。いやいや、いっぱいあるでしょ、こういう仕様、こういうね、スポーツ仕様とかもあるし、え、中もじゃあある程度オーダーできるんですか。オーダーできると思いますよ、新車の時は、ね、こういうね、派手な、全然知らないっす、はい、女の子、わ、やばい、奥が深い、奥深いですよ、ね、まあでも多分この手の車だから本当にオーナーの望むようにいろいろ多分細かいところはできるってことですよ、ね、まあね、ハンドメイドなんで。わ、この内装めちゃめちゃかっこいいですね、うん、かっこいいね、カブリオレすごい、すごいです。こういうのもね、ちょっと本当になんかテックアートと同じ匂いを感じました。いやいや、テックアートより、テックアートよりですね、うん、お車になっちゃってますからね。いやいや、でも、はい、だってテックアート中南でしょ、はい、アルピナメーカーだから。まあ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 、そうですね、うん、車検証アルピナですもんね。そうです、はい、あ、はい、ゴルフバッグ持ってきてないね。入れます、入れましょうか、はい、一応恒例なので。そうですね、はい、はい、まあでも6シリーズでゴルフ場とか、はい、まあ、ゴルフ行かれる方、はい、お客様でもたくさんいらっしゃるんで、はい、全然これは問題なく、はい、ですよね、もう入ります。わわわ、全然余裕ですね、はい、はい、全然余裕ですね。まあ4名で行くことはまずちょっとね、リアシートの関係上ないと思いますかね、はいはいはい、す、2人で行くのには十分です、はい、なるほど。だから本当に乗り心地もやっぱりその対抗、さっきも話したその、はい、M6、M6、はい、っていうところとはまた違う、あ、足回りも当然チューニングされてるんですね。そうそうそう、乗り味があるので、ぜひちょっとこう次のちょっと試乗で体感をしていただければ、はいはいはい、じゃあ続いて転倒周りをちょっと見てみたいと思います、はいはい、まあ、この辺はでも6と一緒なんで、そうですね、はい、まあ、簡単にパパパパッと、はいはい、モデル的には前期のヘッドライトね、はい、前期型のライト周りと全く一緒と、はい、スモールでこのいわゆるこのイカリングって言われるところと上が光って、ロービームウインカー、はい、ハイビームとあとフォグランプですかね、はい、この辺は変わらずって感じですね、はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。はい、後ろはこのチューブのところがスモールで光る感じですかね。そしてブレーキ、ウインカーがちょうどこの角の、はい、そしてブレーキがハイマウントと、はい、でバックフォグとあとバックがこっちかな、はい、バックいけますか、 あとバックがここが光るって感じですね。これも変わらずな感じですね。ありがとうございます。はい、続いてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ちょっとそれじゃあこれから乗り心地の方を、はいはい、ちょっと試乗してみたいと思います。はい、行きましょう、行きましょう、はい、アリーナ店試乗コースを一周回ってみたいと思います、はいはい、これ外出すと全然違いますね、またレザーの発色が、ね、ボディカラーも違うでしょ、多分アルピナブルーすごい色になると思うんで。わあ、右足回りしっとりしてますすごい、すごいっすよこれは、うん、本当にね、本当にしっとりしてるっていうのが、いや本当ですね、まさにそのあの形容詞がぴったりですね。そこで見ても、はい、コンフォート、スポーツと、はいはい、モード切り替えもできる、エコと、はい、とりあえずちょっとコンフォートで、コンフォートプラスなんだよね、うん、コンフォートプラスは。これはさすがにアルピナじゃないですか、うん、まあね、これはアルピナだったらすごいすげえなと思って、そこまではね、そこまでお金かけられないでしょ。すごい、このウッドの質感もすごい、アルピナだから
あの量産しないもんね絶対。あいつが決めて。いやこれマフラーの音もめっちゃいいっすね、うん、全然超ジェントルなサウンドですけど、わすごいこれ。めちゃめちゃ乗り心地いいっすね。乗り心地いいでしょ、はい、気持ちいいっすね。 M6 と、はい、全く違うでしょ。違いますね。全然違う。対極ですね。対極でしょ、はい、これ全然こうスパルタンな感じしないですもん、うん、本当に高級車の乗り心地です。すごいレーザーいいなこれ。650の延長線上って感じですよね。そうだね。調べてきたらこうなる、うん、すっげー。シートもちょっとベンチレーション使っていいですか。そしてじゃあマッサージもちょっと使ってみたいと思います。ポチッ、はい、うわ結構これ調整の幅広いっすね。わわわわ、ここがちょうど背中のところが出てくる感じ。ちょうどね道が悪いところに差し掛かりますよ。いやこれちょっと今まで試乗した車で一番乗り心地いいかもしれないです本当に。これでちょっとじゃあコースが変わったのでアリーナ店試乗した車で一番いいかもしれないですね。すごいめちゃめちゃしっとり。すごい、わあわあわあすごいすごい、この乗り心地とこの排気音とから出ると思えない。この今でも8割踏んでない、はい、マジっすか。8割踏んでないです、はい、この湧き上がるパワー感、うん、パワー感すごい。でその、はい、シフトもシフトも ZF のあのあれだから、はい、なんか昔ながらのこういうつなぎでね、はいはい、今のちょっと違って、はい、発足感。わあシートヒーター、シートヒーターじゃないや、マッサージすげえゆっくりですねこれマッサージ。お尻の下だけめちゃくちゃゆっくりにこう、はい、右左って持ち上がってます。へえ、このカーブが、はい、多分ね運転してないとちょっと感じないけど、はい、本当に、はい、ピタッとね吸い付くような、吸い付くような感じの、またちょっとなんかなんて言ったらいいのかな、本当に他のメーカーと違うハンドリングが感じられます。これはすごいな。とにかくもう内装の質感がすごい、そして走りももうこのサウンドもめちゃめちゃジェントルです。これはちょっとお買い得じゃないですか。なんかもうね、これは今ね、はい、さっきから言うけど、はい、2000万がもう半額以下、すごいっすね、うん、確かに小島さん言う通りちょっと評価がこうされなすぎてる気がします、うん、ちょっとだからまあアルピナね、うん、さっきも話したけどアルピナのこと批判するわけじゃないですけど、はい、やっぱりそのね僕はが若い時にアルピナ乗りたかったっていうのが今の若い世代の子たちが思うかっていうところが、はいはいはい、やっぱりね、はい、この時代なのかもしれないけど、うん、そういったところでもそもそも車に今憧れを持たないって言いますけどね、うん、だからやっぱりこうねパッて見た時にアルピナ走ってんじゃんみたいなのがやっぱりないよね、はい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 、今ねちょっとね、ちょっと控えめな感じというかこう、うん、わあいいっすね、引っ張っていくとこんな感じ、はあ、全然こうマフラーもうるさくないんですけど、こう本当にもうなんか車外ナクラポサウンドよりやっぱり純正風にチューニングされてるんでしょうけど、かなりこう本当に静かでジェントルで、これだったらね、変な話、あの
女性の方と一緒に乗ってても、はいはいはい、そうですそうですそうですね、嫌がられない。確かにこれ不満出ないですよ、うん、うわすごいなこの車。本当に高級車、簡潔にいるよね。早い滑らかってね。確かに、うん、もう本当にこう高級な感じのもう究極系ですね、うんうん、でもまたちょっとベンツのその滑らかさとちょっと違う、はい、ああそうですね、なんて言ったらいいのかな、なかなかそれ難しい表現だけど、うん、すごいです、ベンチレーションは若干弱めですかね、うん、やっぱりその PM 限ってるかもしれないけど、うん、やっぱり弱い弱いというかちょっと控えめな感じですよ、ね、ソフトな感じで、ね、まあまあ確かに出てるよね、うん、みたい な,、うん、なんかこの間のレクサスみたいにガンガンこう、うん、ベンチレーション効く感じではないですね。お尻浮いちゃうんじゃねえかぐらいのね、はい、この辺もさりげないさりげない、はい、感じですね。レクサスめちゃめちゃ効きましたねベンチレーション。シートを証言するじゃない、だからそれだともうバタバタね、はいはいはい、バタバタまでいかないか、でも出てる感はするけどこれはあんまりしてないもんね。そうですね、ちょっと控えめな感じで、でもちゃんと効いてますね、うん、これね、でもバング&オルセンの、ね、音いいんだよね。そうだ、オーディオ流しちゃうとですね、うん、著作権の関係があるからね、そうなんです、引っかかっちゃうんですか引っかかっちゃうからね、はい、まあその辺もちゃんと上質なもの、上質な、はい、いや本当にしっとりすごいですこの車。今回ちょっと本当にびっくりしました、はい、アルピナ初体験だったんで、やっぱり見る機会はあってもなかなかこう触れる機会がなかったんで、そう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 、だからこれはちょっと皆さんにちょっと一度見ていただいたり、はい、6シリーズ、はい、M6、はい、B、M6、M6、はい、B6、はい、全部違うでしょ。ああそうですね、全部違う、形は同じだけど全部違う、ここまでキャラクターが違うかっていうぐらい違いますね。すごいです、はい、そして鍵もなんとちゃんとアルピナになってるっていう、はい、これがホイールのキーですね、はい、そして車検証も、車検証もこれすごいっすね、うん、車検証でもね、はい、ちゃんと素材が、車検証のだってこの質感も質感、ね、違うでめっちゃいいっすよこれ、うん、でちゃんとステッチと、はい、アルピナマーク、はい、いやこれすごいな、めっちゃなんかもう、こうバッグ、本当にブランド物のバッグっすよね、すごいです、はい、はい、というわけで試乗をちょっとしてみました。いやすごい車っすね、すごいですね、はい、いやびっくりしました、はい、そしてなんかもうこういう車、こういう格好で乗っちゃいけないなっていう、あそう、そんなことないけど、なんかちゃんともうちょっとバリッとした格好でちょっと乗らないとあれだなっていう、本当にね、それぐらい本当なんかこう、うん、なんかこう優雅にこう余裕がね、そうですね、ゆったりとね、はいはい、うん、ちょっと本当にあの初めていろいろ中触らせてもらったりとか見たんですけど、うん、本当にすごい車でした。そうですね、はい、なんかねこうあすなんかねせこせこして乗れない感じで、そうですね、うん、本当にこうゆとりが、はい、ゆとりをね、はい、与えてくれる車ですね、はい、はい、そんな素晴らしいお車でした、はい、いいでしょうか。もう最後いいですよね、カスタムの聞くのとか、カスタムとかはその、ね、いいですよね、もうこのまま行きましょう、はい、このまま乗ってください、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナ店よりアルピナ B6 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。